はい、いつもありがとうございます。今14時ピッタコですね。はい、日経平均がすごいことになってますけど、はい、皆様無事であることをお願いします。はい、じゃあ、サイコロ2つ足した合計ランダマイズです。分配は出た順分け分けですね。ワンボックスを、2人でね、2スポットで分け合う形式です。いきまーす。はい、3と4で7回。で、リフレッシュしますね、一応ね。はい、じゃあ、7回抽選。1、2、3、4、5、6。で、7回目。はい、7タイムですね。ラスト、マッサンで、トップバッター、TTT さんですね。で、貼り付けます。はい、よいしょ。じゃあこちらね、こうですね。はい、6箱ケース。はい、で、向きが、合ってるわ。はい、そうですね。はい、じゃあ、右側のボックスはボックス1、左がボックス2ですね。で、交互に下に向かいながら開封していきます。はい、じゃあまずはボックス1ですね。TTT さんが、まあ、初めですね、奇数のところ。で、コンビニさんが偶数のところですね。リフはベテランスタートだな。はい、じゃあまず一番初めですんで、 TTT さん1枚目ですね、うん、で、コンビニ、あ、コンビニさんか、合ってるね、うん、まあ、手帳たまに勘違いして言い間違いとかたまにしちゃうんで、はい、あくまでこう出てきてる方が本ちゃんです。よいしょ。で、3枚目、レイロンの図。4枚目、ブレディさん。5枚目、うちもあるな。うん。5枚目、アルバレス。6枚目、はい、トゥラングさん。で、7枚目に、ゲロフさん。で、8枚目、オートですね。はい。まずは、トリスタン・グレイさん。レイズですね。うん。写真がかっこいいです。これ、8枚目。で、9枚目。よいしょ。はい。レンジャースのピッチャーですね。499、オーエン・ホワイトさん。はい、これが9で、10枚目ここでルーキー来ましたね。ホセさんですね、頑張ってますね、ホセさん。はい、で、11、350、こちらもルーキーです。で、12枚目はマクラナハンさんのネガティブですね、うん、はい、で、1箱目終わりました。結構だからパラレル、まあリフ以上ね、ジャッジさんはもうかなり有力かなというところですね、MVP。あとは大谷さんね。よいしょ。その辺はこう、ネガティブでも出たら、すごいよね、うん。ストアクレジットに入れてもらえるから。よいしょ、ちょっと別にしといた方がいいですよね。はい、二つ目です。二つ目は、マスさんと TTT さん。はい。よいしょ。
はい、じゃあまずは1枚目ですね。マッサンですね。はい。オニール・クルーズ。うん。で、ボービッシー。シーガーさん。3枚目。4枚目はカルさんですね。マリナーズ。で、5枚目。あ、5枚目でこれだからサインが3枚パターンかもしれないです。はい。で、6枚目。よいしょ。おー！黒リフだ！リベラ！おー！いいっすね。黒リフリベラ10枚限定です。おー！リベラ2回目ですけど。黒リフはいいですね。はい。これが2番目なんで、TTT さんおめでとうございます。リベラ。はい。で、7枚目。はい。ベイリーさん。で、もう1回、TTT さんのサインですね。ここね。せーの。ドミンゲス。はい。おぉ、すごいね。リベラにドミンゲス。来てるね。はい、で、マッサンも頑張りましょう。お、キンウェーブだ。アマヤさん。おぉ、リベラドミンゲス、アマヤゴールド。はい。おぉ。はい。これでお二人、ニコニコ、ね。うん。ハイタッチしてください。妄想の中で。ノーラン・ジョーンズさんですね。これが10枚目。で、11枚目はロフティンさんですね。299。そうですね。すごいですよね。うん。リベラさんは本当、ま、もう崩れないですね。サイン、携帯がね。はい。で、上位さんですね。これ12ですね。すごいですね。こういうパターンも、まあ、ランダムなんでね、トップスさん。いやー、でもすごいですね。これは。ドミンゲスにリベラっすもんね。リベラ引いといて、ああ、まあ、次、まあ、ルキの派。まあ、そこそこでいいですよ。みたいな感じになるでしょうけど、そこでドミンゲスを引いちゃうっていう、その、うん。今日もうロトセブン買っちゃっていいんじゃないのっていうレベルだよね。はい。ねえ、お二人とも。はい、よかったです。はい。で、3つ目です。マナちゃんさんとドットさん。一応3枚パターンも、はい、出ました。ただ3枚パターンが6箱ケースに複数いるのも、はい、グループブレイクでね、確認してますんで。3枚パターンがもう1箱、もう2箱あれば、ですよね。カステラノスさんですね。これが1枚目。2枚目、ベイリーですね。3枚目、クロフォード。あ、なんか来てるね。ほら。4枚目、ライアンさん、ペピオットさん。で、5枚目。この下かな？この下だ、見えちゃいますね。はい。ちょっと待ってね。ゲレーロ5枚目。あ、これか。はい。6枚目。エヴァン・カーターの、これ、レイアウトなんちゃらってやつなのかな？これ、コズミックなのかな？ちょっとわかんないな。まあ、ラディアンスルーキー。うん。ですね。はい。まあ、グループブレイクだと2回目初っ端なんかはデラクルーズ来て、これやばいっすよ、それみたいな。ね。チャットに書いてくれて、あ、やっぱそうなんだ、みたいな。
はい、6枚目ですね、今のがね。で、7枚目。はい。で、8枚目。よいしょ。はい。お、結構打者引けてんな。はい。キッシンジャーさんですね。これが8枚目。で、9枚目。よいしょ。はい。あ、今日はちょっと打者系来てるな。はい。リプシウスさんですね。デトロイト。これが299です。で、10枚目。どんどん。はい。250。11枚目が、バーショーですね。ネガティブ。で、12枚目。あ、これいいですね。肉言の125ですね。打撃派が好きな方は、はい、いいと思います。まあちょっとデータが出揃ってきて、まあ多少打率の下降は見れますけど、まあでもそこをこうね、乗り越えていけるかという問題もありますから。壁はたくさんあった方がいいです。はい、3個目でした。よいしょ。パラレルが出ましたね。集中戦でね。で、4つ目。今日も暑いっすよね。よいしょ。久々にコンビニでカフェラテを買って今日来ました。もう飲んじゃったけど。よいしょ。まあ、いいか。はい。4箱目はドットさんとマナちゃんさん。はい。まずはボルピーさん。ベテランのリフ系多いからな。大谷さんとか、その辺出ないかな。ジャッジでもね。リアルミュートさんですね。2枚目。3枚目は、ダルビッシュさん。4枚目がゴルシュミさん。5枚目ガルシアさん。6枚目はゴアさんですね。で、7枚目ラガンさん。で、8枚目です。あ、過去126年で、はい、あ、打者系来てんな。ピッチャー結構回避してんな今日。はい、これが8枚目。今日も朝からもう暑かったんで、車乗ってちょっと経ったらもう34、5度行ってて。はい、お、パワー君、そろそろもう戻ってくるよね。戻ったかな。はい、499ですね、リフォート。これ9枚目ですね。お、ピッチャー回避してるな。ちょっと待って、これくっついてる。よいしょ。こうですね。はい。ここでネガティブが10枚目。ブラックバーン。で、11は、はい、コレアさんの99ですね。グリーンパルサー。で、12は、ヒメネスさんの199のラバですね。アクアラバ。まあ、多少気温下がるってね、先週あたり言ってましたけど、まあ、今日はまあ、普通に34、5度普通にあるよね、っていう感じですかね。いや、昨日も帰るとき、ね、店長、京葉道路なんですけど、もう救急車が帰るまでに7台か8台ぐらいすれ違って、よいしょ、一つの交差点に3台救急車がねえ、もう少し、ああ遠隔話はもう少しかかる、なんか初めなんか3週間ぐらいみたいな話だったんですけどね。
盛大に空振りすると本当脇腹とかにダメージきちゃうから、フォロースルーも結構今の打者は大事なんですよね。力を逃がすっていうフォロースルー。はい、5箱目、コウさんとマナちゃんさん。はい、ボガーツ。で、ジャン。ルイズですね。はい。お、ホリデー。ホリデーの音ね。少ないんですかね、やっぱりね。エリッチ。結構通販の方、バリエーションとかはね、弾いてる方はちょいちょいアップされてますけど。はい、ルイスですね。5枚目。で、6枚目。スタントンさん。はい。スタントンさんも状態かなり上げてきてるね。で、7枚目はデラクルーズですね。ユースクエイクですね。で、8枚目。よいしょ。あ、ピチャピチャと。よいしょ。カエル・ハリソンさん。ジャイアンツですね。彼も初めボードラだったっけ、なんかいたよね。3年前、4年前ぐらいね。はい。で、9枚目。ミニダイヤモンドですね。今日は出てなかったな。初めてですね。うん、はい。メッツの外野。彼は16年のドラフトなんだ。マイナーがちょっと長いんですね。去年がでもホームラン2桁いって、打率も2割7分ぐらい、うん。はい。今出てるのかな。よいしょ。で、11枚目はルーキーのシャーバーさん。あ、10枚目ですね。で、11。はい。ホセラミさんですね。これが199。で、12で、これのシリアルは、デライト版限定なのかな？何回か出てましたけど、ホビーだとシリアルなしのが結構出るかなっていうイメージです。マウリシオさんですね。これが99です。グリーンですね。分け分けは難しいと思うんですよね、ファイネストは。ボックスランダム、もうミニボックス形式じゃなくなってしまったんで、ファイネストも。ミニボックスで、ね、今まではやってたんですけど、ちょっと難しいかなーって感じですよね。とりあえずボックスランダムでやって、あとはパック、パックの入り方がちゃんとしっかりしてればパックっていう感じでやろうかなとは考えてます。ただ量はそんなにないんで、多分ボックス購入とグループブレイクが数回やってもうなくなっちゃうんじゃないかなって思います。うちのホームページの、はい、もう商品ね、詳細アップしてますんで、ご覧いただければと思います。ボックスの携帯が、サッカーと一緒になってますんで、まあ、パック数も少ないから、まあ、チームで分けてもと思うんですけど、まあ、1枚も、あ、2枚だ。1枚も届かなかったりすると、まあね、いろいろあるので、はい、まずスプリンガー、これが6箱目。MKMFT さんとマッさんですね。はい。で、ターナー。ちょっと一回ボックスランダムとかね、あとパーソナルブレイクでちょっと開けて、まあ、考えたいなとは思ってます。
はい。で、マルテ。ですね。まあ、ファイナリストもデライト版あればね、っていうところなんですけど。はい。バーンズですね。これ5枚目。で、ここでやっと、はい、ルーキー、来ました。松井さんっす。はい。これが6枚目ですんで、マッサンですね。松井さんのリフが来ました。で、あ、違う。白髪が、これだ。はい。7枚目ですね。で、8枚目。はい。おお、カミネロ。おお、上位が複数出てくる。一回あったか。ちょっと打者が多かった時あったよね。この箱はドミンゲスとカミネロですね。はい。あ、そっか、さっき TTT さんとマッサンで、あ、TTT さんがドミンゲスの方だったんだ。はい。これ8枚目です。間違いございませんので、マッサンですね。はい。よいしょ。で、次9枚目。あ、色つきましたね。青。はい。メックラーさんですね。150。はい。で、10枚目ですね。よいしょ。ジャレット・ジョーンズさん。サンディエゴのピッチャー250。で、11枚目。はい。エヴァン・カーターです。これが350。ルーキーですね。で、12。ゴールドのバーデューゴですね。相変わらずバーディーゴも活躍してますね。ジョック・ペダーさんとか。ね。この16、17デビューあたり。ね。14、15。ね。みんな本当、ね、残ってスタメンで活躍してますからね。はい。ということで、よいしょ。さっきドミンゲスとリベラでちょっと、はい。悔しい思いをしたかもしれないですけど。まあ、ここでカミネロ出たんで。良かったのかなと思います。まあでもそういうもんですね。まあデライト版もこれ6箱ぐらいがちょうどいいですよね。やっぱね、サッカーのまあ12、まあこれぐらいのがちょうどいいよねって思います。はい。まあ海外だとね、サッカー12箱ケースのデライト版もなくなっちゃうぐらい、もう今日で60何ケース目みたいな感じでやってるみたいですけど。はい。ね。よいしょ。店長も日本で頑張ってます。はい。ということで、動画はね、すぐアップしますので。で、発送は一応水曜日からでお願いします。ちょっとまだ発送ラベルも印字作業してないんで、あとカードも一枚一枚ローダー入れて、片付けもまだしてないんで。発送は水曜日以降で、とりあえず GB はもう埋まりましたんで、やりましたっていうところで、はい、ご理解いただけると思います。はい。じゃあ、配信ね、これで終わります。で、ファイネストに関しては、水曜日が発売日、7日ですね。はい。で、予約、ボックスの販売の予約は今日の夜から。で、グループブレイクはもう予約開始しておりますので、8スポットですね。1ケース8箱ですんで。ボックスランダムでよろしければ、はい、そちらでまず参加していただければと思います。はい。その他の分けはちょっと考えるかなっていう感じですね。どういう感じでしたっけ？ファイネストは。イリス。パックも確か少なかったですよね。6パック？6パックだ。6パックで2段になってるんで、ニコニコニコで、やればいいのかな。それ片方のこうね、2パック2パック2パックの3列なんですよね。だからこうなってるわけですよ。で、ここにサイン2枚、この2パックがサイン2枚とかになっちゃうと、ちょっとまたね、あれかなっていうのもあるんで、一回見て、ばらけてるようだったらっていう感じにしたいなと思ってるんですよ。まあ、その分け方でいいのかな。でも、ボックスの中でパックがこんなになってたりしたら、ね、どっちよみたいな。
そういうのも出てきちゃうから、うん、難しいっすよね、うん、なかなかね、完全に仕分けになってこうね、スペーサーがこうやってあって2パックずつ入ってたら、まあ問題なく2パック2パックねってできるんですけど、絶対あの中であのパックがこうね、こうやって入ってるべきが、うん、こうなっちゃってたりとか、うん、重なってるどうしようみたいな店長がやっていいのこれね、分けていいのみたいな、そうなっちゃうから、そこは難しいところです。はい、なので一回ちょっとまあボックスランダムでよければグループブレイク参加していただいて、で、まあ一回か二回ねボックスランダムやってから、はい、まあパックで2パックずつで参加しやすいようにすればいいかなとか思いますけどね、うん、まあでもサインが2枚でしたよね箱でね。だ先に出たサインと後に出たサインで、パックもまあ、サインが入ってないパックに関しても、先後先後っていう感じで分けてた記憶もあります。前に2017年8年ぐらいの時のグループブレイクやってた時はこういう製品の場合はそうやってやってました。先に出たサイン、後から出たサインで、サインが入れてないパックはもう、1212で4パック分配するっていう感じにしてたので、まあそれで良ければなんだよね。うん、まあね、前やってたやり方でもうちょっと検討してやりたいと思いますので、よろしくお願いします。はい、じゃあ今日はこれで配信終わりますので、はい、よろしく。ちょっとはい、ね、発送はね3時ぐらいには締め切ってしまいます。山田さん来てしまいますので、もしあの明日自分でペリペリ開けたいなと思う方は3時までにご注文いただけたらと思います。はい、じゃあ今日はこれで終わります。ありがとうございました。